少なくても半年ぐらいちょっと置いていけないところに置きっぱなしになったんです。頭のところをもう完全にもう錆びて、絵は結構こういうふうにこうひびがこう入ってちょっとこう痩せてるんですよね。でこのぐらい傷んでる絵でもこの油塗るとまたいい状態に戻るんですよね。ここまで傷むと油塗る前にね、このこれちょっと何回も何回も使ってるサンペーパー、あんまりこう粗くないやつ、これでちょっとこの表面の汚れとかこれでちょっとまず取ります。月に1回ぐらいのペースでちょっとこの油をね絵に塗ると絵はすごくいい状態を保つんですね。これはねやればやるほど綺麗になるんですけど、今日はこのぐらいにしたいと思います。これ大体ね触った感じがもうスルスルになったんですね。で今度はこのエアブロを塗ります。これはエゴマでできてるらしいんですよね。私はエゴマって言えば焼肉を食べる時に肉を葉っぱにこう挟んで食べるというイメージがあったけど、油も作れるらしいんですよね。でこの油のいいところはこれは実際に 木の中に染み込むんですよね。そういう乾燥してる木がまた、いい状態になってこの油を吸ってもうちょっとその柔らかくなるんですよね。若い頃の肌に戻るんですよ。この油は実際に木に染み込むからニスと違ってニスを塗ると結局木に染み込まないで上に乗っかってるだけですよね。雨に当たっても水が染み込まないし、で乾燥するのはねこう今私こう冬にやってるんですけど、2、3日ぐらいはかかるんですよね、完全に乾燥するまで。だいたい自分の道具の手入れしたらこの後ろの道具みたいにフックにかけて、そうすると今度使う時にはもう乾燥してるんですよ。ニスを塗ってると結構臭いものが多いんですよね。これは全くそういう嫌な匂いはしないから塗りやすいんですよね。でこれエゴマの種でできてるけど、なんか特別な匂いもしないし、なんとなくこう油の匂いっていう感じですよね。自分の家の中の家具もちょうどお正月に桜材でできてる家具がちょっと疲れ気味になったから、これと同じような方法でちょっと拭き取るような感じで油の塗ったけど、部屋の中は全然嫌な匂いもしなかったし、でその家具もすごいいい状態になったんですよね。どんどん吸ってくれるんですね。この木はかなり乾燥してる。美しいものに、もう杉やった杉やった。